やっぱり僕はまだ弱虫だから時々プレッシャーに負けそうになる。でも逃げ出すことはなくなった。胃が痛くなっても僕は立ち向かいたい。自分のためにそう思うようになった。ったく、お前のせいで喉が渇いた。なあ、お茶もらえるか。ダメだよ、そんな安易な考えの人にはお茶は立てられない。相変わらず厳しいな。カズキには水で十分。お前、だいたい喉が渇いたのはお前の。それにここは大声を出すところじゃない。そうだな。なあ、あいつは部活頑張ってるのか？頑張ってるよ。時々見ていて心配になるくらい。生徒会に保健係に弓道部か。めんどくさがりなカズキじゃできないことだね。それを言うなよ。カズキには無理無理。なんだと？お前に。だから大声を出す場所じゃないって言ってるのに。どこでそれを。よく取れてるでしょう。一年天文科の八久月子です。今日からよろしくお願いします。一年星座科の宮地龍之介です。僕は二年西洋占星術科の金久保誉れ。上級生がいないから僕が今弓道部の部長を務めています。頼りないと思うけどよろしくね。はい。おい、今のは元気よく返事する場面か？どういう。ああ、今のはよろしくねに対する返事で。清月学園の唯一の女子生徒である彼女が弓道部に入ってきたのは1年前。男ばかりの中で一人がむしゃらに頑張っていたのを覚えている。そんなに頑張っていたらいつか彼女の心が壊れてしまうんじゃないか、そう思った。ごめんなさい、私寝ちゃって。いいんだよ、疲れてる時は休むこと。でもこれは部長命令だよ。ありがとうございます。ねえ、最近無理してない？そんなことありません。そう、僕には無理してるように見えるよ。頑張るのは素敵なことだけど、弓は自分のために引くもの。誰かのためにでも誰かに負けないためでも意地になるものでもない。自分のため？そう、自分を見つめて弓を引く。今の君は自分のために弓を引いてるようには見えないよ。もっと心を柔らかくして弓を引いてごらん。お？私ずっと負けたくないって思ってました。女だからってそう言われるのも甘やかされるのも嫌で。でも頑張っても結果が出なくて私じゃ無理なのかなって。でも負けたくなくて。よしよし、よく言えたね。大丈夫だよ、君はありのままの君でいいんだ。周りから何て言われても君は揺るがなくていいんだよ。僕もね、弓道を始めた頃に全部投げ出しそうになったことがあったんだ。でもその時二人の友人に言われたんだ。結果はどうでもいいから俺たちのために弓を引けって。結果はどうでもいいから。そう、俺たちのために。そう、自分勝手な友人でしょ。でもね、その言葉を聞いて悩んでいたことが些細なことに思えて自分のために弓を引こうって思ったんだ。そうですね、ありがとうございます。でもその金久保部長のお友達って誰なんですか？君なら知ってるよね、和樹と大城。みんな同じなんだ。自分勝手なようで自分勝手に振る舞えず、周りを意識しすぎてがんじがらめになってしまう。だから僕は大事な後輩の心を縛ってしまう鎖を取り除いてあげたいって思う。僕ががんじがらめに囚われていた時に二人の友人が
僕の鎖を取り除いてくれたように。なんだよ。何がそんなに面白いの？和樹も大城も出会った時から変わらないなって思って。そう簡単に人は変われないだろう。俺は変化を恐れているのさ。どんな時にでも俺は俺のままで変わらずにかっこよくありたい。ねえ、今の俺かっこよくなかった？ねえ、ねえ、ねえ、あげっ、いってぇ。調子に乗らないの。さすが誉れだ。ひどいよ、誉れちゃん。そう？誉れ、これから部活か？そうだよ。木之瀬くんと彼女がここに来るのを待ってるんだ。マドンナちゃんとパッツンくんがなんでここに？天羽くんの用事に付き合ってるみたい。用事って発明品の実験？エジソンくんはやるね。待ってたよ。大変そうだね。あ、金久保部長。聞いてくださいよ部長、翼のやつがまた。ねえねえねえ、俺悪くない。あずさが変なところを触ったからだ。変なところってボタンがあったら押すだろ普通。押さない。ちょっと二人とも。正気、俺悪くないよな。先輩もボタンがあったら押しますよね。え、まあまあ木之瀬くん。部長。翼、まあ待て。俺は悪くない。翼が悪い。お父さんとお母さんと子供三人ってとこかな。お父さんとお母さん？子供三人って私も入ってるんですか？おっと、くぃ。もう。茶は服の良きように立て、炭は湯の沸くように置き、冬は暖かく夏は涼しく、花は野にあるように入れ、刻限は早めに、降らずとも雨具の用意、愛客に心せよ。茶道の世界が教えてくれた。相手を慈しむこと、相手を大切にすること、相手を立てること。分かっていてもその場その場の感情で実行できないことがある。当たり前のことを実行するのが実は一番難しい。でも僕は彼らと一緒にいたいから、笑い合っていたいから、難しくてもできるようにしたいんだ。それじゃあ部活に行こうか。はい、はい、部長お疲れ様です。あれ、みんな一緒？何してたの？見てください、ピカピカでしょ。あ、ごめんね、ちょっと用事があって。みんなごめんね。遅い。新入部員は弓道場内の清掃する決まりのはずだろう。ちょっと部長と。言い訳するな。だいたいお前はいつも口答えが多いんだ。口答えじゃなくて正当な理由を言ってるんです。それを口答えと言うんだ。横暴です。話になりません。ほらほら、神聖な道場で喧嘩はしないの。すみませんでした。はい、部長。それじゃあ練習始めようか。はい。もしあの時僕がプレッシャーに耐えきれず逃げ出していたら、僕はここにはいない。あの時支えてくれた二人に感謝する。そして僕を慕ってくれる後輩たちが改めて大切だなと感じる。だから。僕はもう逃げ出したりはしない。